了の笛が吹かれました。まだスコアレスです。さあ左へ預けてスルーパス、さあ一気にカウント、シュート、いやこれよく止めましたね。いやいい反応ですよね。ファインセーブですよね。これはベシクタシ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。シュート決まった、先制ベシクタシュ、いいと思いますけどもね。来た、今日はタイムエンドのホイッスルまで来た。そして守り切った、ここで試合終了。抑えました。サイドへ、ここで前を向けるか、スクイークロス、シュート来た、先制ベシクタシュ、先制ゴールが決まりました。ベシクタシュ1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はシュート、振り返しクロス、危ない、裏のスペースへ、ここで受けてどうだ、フォローいいですね。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。1対0ベシクタシュ1点差で勝利、かろうじて勝ちました。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。ベシクタシュとしては結果としてうまく逃げ切った形になりましたね。ただ折り返した時点でまだ1点差でしたから逃げ切ろうという意図。ナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このさあファーストハーフ見ていきましょう。テヘラン対ベシクタシュ、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかのトーナメントです。来たが、どうだクロス、さあつながるか、ここで受けてシュート、アリソン、リアルバー長いボールを送ります。足元狙う、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。素早いパスで攻め上がっていきます。クリア、うわ、グラムパスをつなげます。パスでつないで攻め込んでいきます。ミドル抜きに行きます。
上げる、頭、素晴らしい、バーへのボール、フォローいいです、シュート、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。また中央へ、速いパス回し、ロジッチ、シュート、ここで前半が終了しました。まだスコアレスです。さあ後半スタートです。ここで丁寧にボールを扱う、グラムから、頭できた、いや、グリーズマン、収まった、フリーだ、スルーパスを出す、スリーボール、シュート、スルーパスを出す、低いボール、シュート、アリソン、いや、緩いボール、コーナーキックになります。タイムアップ直前で攻め上がります。そして今90分間の終わりを告げる笛、試合は延長戦へと突入します。ロイスからグリーズマン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。グリーズマンからムバッペ、セルジーロベルト、さあどうする、シュート、ルーズボール、はっ、これは来た、シュート、ルーズボール、あっと、これは来た、来た、どうだ、シュート、アーチのようなパス、チャンス、超えた、入ってますからね、抜けるか、低い弾道、柔らかいボール、さあここでカウンター、ボールのか、このパス、ドリブルで上がる、シュート、防ぐ、そしてここで笛です。延長、ムバッペのボール、これいいですよ、ロイス、けどもね、このまま終わっ、しかしここで笛、試合は PK 戦に突入します。延長後半が終わりました。いかがでしたか。延長戦に入ってつかず、 PK による決着を余儀なくされました。その戦いしかと見届けましょう。さあ PK 戦が始まります。独特の緊張感がスタジアムを包みます。まずどこへ蹴る、キーパーを読み切りました。今のはいかがでしょう。そうですね、動き出しを見て読まれたんでしょうかね。ムバッペ、どう読んでくるのか、どうだ、逆サイドに決めてきます。おっと、逆でしたね。もうこれ外した瞬間からね、もう勝負は見えてきますからね。いや、入れて当然とはいえね、落ち着いてましたね。2人目です。コースは、これはキーパー見切っていました。今のはいかがですか。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。PK の名手、止められた。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。ベシクタシ、3人目です。さあどこを狙うのか、読んでいます。今のはどうでしょう。そうですね、動き出しを見て読まれたんですね。明日への扉を見つけ
信。